古内高速線は、大韓民国中西北道清志州市、江戸区区の五章駅と全羅南道木浦市の任、白里駅を結ぶ予定の韓国鉄道公社の高速鉄道路線である。この内五章駅から、高州広域市、高山区の高州松渚佐駅までの区間が2015年4月2日に開業している。2004年より、京府高速線の開通で、 KTX の運行開始とともに、全羅北道、全羅南道の要望で、在来線の湖南線にも KTX が運行しているが、ソウル駅、普山駅間の所要時間よりも、達山駅、木浦駅間の所要時間が長いため、新たに、第一期区間として、五章甲州松なぎ坂が総事業費8兆7263億ウォンを投じて建設され、2015年4月2日に、 開業。高週末なぎさ、木浦間は既存の湖南線を活用する。高週末なぎさ以南の第2期区間については、ルート議論が続いていたが、2017年11月30日に国土交通部が発表した確定計画では、高週末なぎさらしゅう小膜院間は既存の湖南線を高速化改良し、小幕院からは無安空港を経由して、新白里に至る。 高速線を建設、任、白里、木浦間は既存の湖南線を活用する予定となっている。KTX 運行開始当時の湖南高速鉄道は、湖南線区間で在来線を利用しているため、立山駅高州駅間の所要時間は2時間30分以上かかっていたが、第1期区間開業により、立山駅高州松なぎさ駅間の所要時間は1時間33分まで、 短縮される。第2期区間の完成後は、辰山駅、木浦駅間の所要時間が2004年の運行開始時の約3時間、第1期区間開業時の約2時間15分から最短1時間46分程度にまで短縮される見込みである。事業費は政府と韓国鉄道施設公団が50%ずつ分担する。ご障壁は6面10銭となり、 下り線は高高かで、京府高速線をオーバークロスしながら南西へルートを取り、増山駅で湖南線と接続。一旦合流した後、増山駅南方で湖南線から分岐し、そのまま甲州松梛沢駅までほぼ並行したルートを通る。京府高速線線生山トンネル建設時に反対運動が起きた教訓により、鳥立山国立公園をバイパスするようにルートが、 定められている。京府高速線からの分岐駅は、天安河山駅、五章駅、大田駅の3案があった。最短ルートの天安、五章を玄関口とする行政審とし新設区間が短く、最大人口を抱え、京府線との連携も図れる大田それぞれの関係自治体が誘致合戦を繰り広げたが、チェジュ島を除く、 全国15の自治体から選ばれた分岐駅評価団の最終評価にて、5省駅分岐が正式決定された路線建設時、開通により西大田駅を経由する在来線経由の KTX は廃止、または削減されると見込まれていたため、直通列車存続を求める大田、中西北道の住民と、関鉄を求める全羅北道住民の対立が深まった。2015年、 国土交通部は既存ルートである西大田経由の KTX を一日地球往復残すことを発表した。ただし、西大田経由列車はすべて、増山駅までに運行区間が短縮されるため、甲州方面に行くには、増山駅で乗り換えが必要となり、大田、中南地域の自治体は反発している。2004年の開業以来約11年間、 公州広域市内の KTX の発着拠点は、公州線に位置する公州駅と、木浦方面直通便の公州松なぎさ駅の分散ターミナルとなってきた。道路線建設の際、公州駅直通存続を要求する、北区と政府の公州松なぎさ駅拠点化を支持する、公屋幕の対立が激しくなっており、市は国土交通部に既存の湖南線か南駅から、 公衆駅への新線分岐、高速線頂上駅から既存のコ南線へ分岐し、原ルートでの公衆駅乗り入れ、公衆松なぎさ駅でスイッチバックして、公衆駅乗り入れ、公衆松なぎさ駅公衆駅間のシャトル列車設定の四案を提案した。前社二案は、財政企画部の調査により妥当性がないと診断され、スイッチバック方式は上下線転線による交差指標、シャトル方式は、 公衆都市鉄道1号線の方が短時間で済むと国土交通部は問題視しており市との協議を呼びかけた。最終的には2015年2月に国土交通部は KTX の公衆駅乗り入れは困難と表明した。そして高速線開業に伴うダイヤ改正により公衆駅発着、KTX の設定は廃止されターミナル駅は 公衆松渚駅に一本化されることとなった。ラシュ南については、空港支線案を打ち出す企画財政部と空港経由の高速線を支持する全羅南道、国土交通部が長らく対立したままとなっていたが、ムンジェイン政権発足半年後の2017年11月30日に、企画財政部と国土交通部がラシュ南で、 無安国際空港を経由する新線4 3 9キロメートルを建設する案で合意に達した。2020年着工、2025年完成を予定している。加えて、同時期にともに民主党と国民の闘争法の院内代表でも合意に達しているため、基本計画の修正以外に、立法、行政両面での障害は少なくなった。に白里駅。 木浦駅は4分追加所要。ありがとうございます。